ゼロから教えてホリエモン、サイバーエージェントが、実はこのアベマ TV というのでですね、ワールドカップ全放送全中継をしてるわけですけれども、このことについて解説したいと思います。動画配信サービスサイバーエージェントチャレンジ、実は3度目の正直なんですね。アベマ TV 3回、実はニコニコ動画も昔はアメーバビジョンで、YouTube バンされた後はですね、アメーバビジョンに行って、アベマビジョンも、バンされてニコビデオってのを作ったぐらいですね、昔からチャレンジしてるんですけど、全部失敗して、アベマ TV ですもうラストチャンスだと言って藤田進社長がですね、ガツンと投資をしたわけですけれども、なんでそんなことができたかというとですね、サイゲームズというですね、めちゃくちゃ儲かってるゲームの子会社があるんですね。もう馬娘もなんと、3年だか5年だか寝かした後ですね、満を持してリリースして何百億も稼ぐですね、すごいビッグビジネスになったんですね。で、サイバーエージェントはこの馬娘で儲かった金をガツンと、アベマ TV に突っ込んでるわけです。だから年間200億とか300億赤字が出てるんですけれども、頑張ってですねアベマ TV やったんですけど、今回の勝負は健康一滴の勝負でございます。アベマ TV やっぱり見てる層っていうのはですね、10代の子が多いんですよ。なんか高校生の恋愛バラエティとかですね、そんなばっかりなんですけども、なのでやっぱ彼らの課題としては、その中高年、特に男性の中高年のですね、サブスクライバーを増やしたい、そこで金をドンとかけたのがですね、今回のワールドカップ、全試合生中継ということで、さすがギャンブラーですね、彼ギャンブラーで、もうリーチ一発も裏ドラドラみたいな、ドラドラ裏みたいな、もうあとツモ番2回ぐらいしかないところでリーチかけて3倍番積もったというぐらい、すごい手を上がったぐらいですね。今もう、だってドイツ戦で勝って、コスタリカにまさかの敗戦をして、そしてスペインに逆転勝ちですよ。もう、これ決勝まで行くしかないんじゃないですかね。ということで、サイバーエージェント、はい、サイバーエージェントの業績、これは期待できるんじゃないでしょうか。これをきっかけにしてね、意外とアベマ TV っていいコンテンツあるねっていうことで、導入する人増えていくんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。